やば、上がらん。飛びますね。いいドライバー。はい、皆さんこんにちは、関光太郎です。今回はですね、ゼビオグループさんにですねお声掛けいただきまして、コブラの LTDX ちょっと打ってみたいと思います。セプロ、コブラについてはどんな印象をお持ちですか？そうですね、コブラやっぱりあのアメリカのゴルフメーカーで、契約プロもリッキー・ファウラーとかね、デシャンボーとか、結構ハードヒッター揃いでですね、結構ハードなヘッドスピードがこう、早めな人の使うクラブなのかなっていう印象は ありますよね。まあ、その分だけヘッドスピードもやっぱりアマチュアの方でいう42、3から上が美味しいところなのかなっていう、まあ、今までの印象はありますね。はい、今回は LTDX というです、ね、モデルなんですけど、はい、2005年にですね、LTD、キング LTD というモデルが出てて、それはなかなか評判が良かったんですけど、はい、もう超低重心で、スピン量が減ってっていうですね、はいはいはい、すごく荒っぽいモデルだったんですけど、2020年に、ブライソン・デシャンボーがですね使ったりして、はい、ちょっと話題になったんですね。でそういうのもあってか、今回もまた LTD という名前を使ってるという、はい、そんな感じになってます。はい、はいはい、じゃあちょっとね、打ちたくてうずうずしてるので早速打ってみたいと思います。ちょっとその前にですね、はいはい、ちょっと比較もという意味で、昨年出たですね、コブラ・ラッドスピード、あ、わかりました。ちょっと打ちたいんですけど、もったいぶりますね。よし、じゃあちょっと前作のコブラドライバーを打ってみたいと思います。それはラッドスピード XB というですね、ラッドスピード XB、はい、3機種のある真ん中に位置するクラブですね。一応ニュートラルなクラブです。 OK、はい、です。うん、ここ結構こう長くて重心振動も深そうで、あまりあのブランドイメージからすると優しいっていう感じはしますね。打感はやっぱりこうアメリカのクラブらしく、こうぐしゃっと潰れる感じ、日本のあのモデルよりも何ていうかな、こう振れば振るほどこう打感がどん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 柔らかくなっていくっていう、勝手に飛んでいくっていうよりはあの振る楽しみみたいなのがあるような感じ、これはまあアメリカのクラブの特徴かなっていう感じがしますね。捕まりもやっぱりいいですね。打ち出しも15度、結構高めに飛び出してロースピンで飛びますね。はい、42ヘッドスピードにしては250はやっぱり飛んでる方だと思いますので、やっぱ印象からすると優しい、捕まる、飛ぶっていう感じはしますね。では最新モデルの LTDX を、はい、ちょっとここのカーボンの部分が艶消しになってちょっとかっこいいですね。おお、そんなことある。飛びますね。飛びますね。あ、ヘッドスピードもですね、あの本当にこれ撮影だからといって、新しくしたからといって上げた感じはないです、力加減的には。なんですけど、そこら辺はやっぱりこのヘッドですかね、これのエアロダイナミズム、空力とかですね、あとはシャフトの走り感みたいなので1ぐらい上がってますし、1上がった以上にスピード以上に飛距離も飛んじゃってますよね。打ち出し角は1度増えましたし、スピン量はやっぱり変わらずぐらいですね。はい、ちょっともうちょっといろいろ見ていただきます。あ、はいはいはい、打感はですね、やっぱりこうぐしゃっと潰れる感じで、前作よりももうちょっと弾け感みたいなのはあの増えてる感じがします。ちょっとこれドローなのでヘイドっぽくいってみます。おお、10ヤードそこそこフェードのイメージで打ったんですけど、結構逆にドローになっちゃって、まあ、さっきと全く変わらずですね。
意外と捕まりがいいっていうことですか。あ、そうですね、やっぱりちょっとこうフェース面開き気味に打ったのでバックスピンではさっきよりも500回転ぐらいやっぱ増えましたよね。だけど捕まっちゃうって感じですね。なので本当にこう左右でいう、こう逆にこうフェース面がある程度こう開いたり閉じたりあれだとしてもこう安定してドローボールが打てるっていう感じでしょうかね、うん、直進安定性高しですね。スピンではあるんですけど飛距離があんまり落ちないんですね。あ、ですね、本当ですね、うん、シャフトもですね、これコブラのオリジナルというかあのスピーダーの NX なんですけども、僕が知ってる NX よりももうちょっとこう全体的にこうしなる範囲が少し広くなってしなる量も少し多めな感じがするので、まあ、しなる範囲が広いからこうダウンスイングの時のヘッドのこの例えばこうフェードを打ちたい時はこの辺から入れてきてドローこの辺でこうフェースの面もこうフェードがこの辺でドローがこの辺でって感じで軌道とこのフェースの向きをこうコントロールしていくんですけどもそこら辺のヘッドコントロールみたいなのがすごくしやすいシャフトで、でもこのしなり量が大きいのでよくこういう風にねしなってきてよく捕まってよく上がってくれるっていうシャフトですね、はい、いわゆるよくある純正シャフトと比べてどうですか。ちょっと硬いとかちょっと柔らかいとかってありますね。いわゆるプロパーシャフトの僕の印象からするとこのシャフトは少ししっかりしてます、はい、なんですけどもなんていうかなこうヘッドスピードが例えば40ぐらいに落として振ってもよくしなってくれるでしょうし45ぐらいで振ったとしてもしなりすぎないっていう感じでもう本当にこうプロパーシャフトのこう鏡というかカスタムシャフトってどうしてももうこの人よこの人よっていう感じにこう限られてくると思うんですけども、プロパーシャフトはやっぱりこう幅広い人に買い損じがないようになるのがやっぱりいいシャフトだと僕は思うので本当にこう買って損がないドローヒッターフェードヒッターヘッドスピードも40から45ぐらいの結構幅広のヘッドスピードですね。この辺でこうすごくシャフトもヘッドもこう幅広に取ってあって本当に買い外れがない、うん、クラブっていう印象がありますね。はい、もうちょっと聞いていただきます。はい、これはですねちょっと見えないかな、このドセンターのこの丸い円ですね、ここからするとボール半個ぐらいちょっと遠側に外してグリップも結構こうずるっとこう持ってかれた感があるんですけどもちょっと遠側に当たったってことですね。そうですね、はい、遠側にミスヒットしたんですけど飛んでますね。ほとんど変わらずですね。スピンも落ちないですし本当ですね、スピンも増えないしっていう感じです、うん、触れ込みとしてはやっぱり超低重心超伸振度っていうスペックの触れ込みなんですけども遠側に当たる場合にはバックスピン量っていうのはこう減ってしまって、今の当たりだと僕イメージもう本当にこうストン落ちるもう本当にお辞儀ボールみたいなドロップボールみたいな感じかなって打った瞬間に思ったんですけどもしっかりスピン量もこう減りすぎないで飛んでくれるので結構低スピンドライバーってヘッドスピードがこう速い人じゃないと逆にこうお辞儀しちゃうみたいなクラブが多いんですけどもやっぱりこう減りすぎない、うん、感じがしてよくできたドライバーですねこれ。本当にコブラ完成音量が大きいのが結構特徴なんですけどほう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 そのなんか寛容性みたいなのはこれだと感じられますですね。先ほどからそのストレート打とうとしたりフェード打とうとしたりとかしても安定したドローボールになっちゃいますし、ヒットポイントも今遠側ですね多分ちょっと今からヒール側にも当ててみますけども広いんじゃないかなっていう感じがしますね。飛距離も、縦の距離ですねそれから、横の方向のブレもかなり寛容性が大きいドライバーだなっていう印象ありますね、うん、じゃあヒールでちょっと打てみて OKOKますか。まあ、ヒールに当たって遠くよってそんなにないですよね。ですね、基本的にはヒールは飛ばないっていうのは定説ですけど、うん、
ヒールですよ、ちゃんと硬、はい、いヒールの音がしましたね、はい、あヒールだとやっぱり、ドロー回転は少なくなりましたね、やっぱり。あそうですね、まあ、ヒールに当たると普通はこうバックスピン量が増えて、でこうスライス目に飛ぶっていうのが、まあこれ物理的な話ですけど、一応その傾向は出てますよね。すごいですね、スピンは増えましたけどちょっと増えて距離は落ちないという、落ちないですね、落ちづらいですよね、バックスピンもやっぱりこうヒールに当たった分だけちょっと増えましたし、サイドスピンもやはり先ほどまではもうちょっと左に何百回転かかかってこう緩やかなドローでしたけど、それがもうかからなくなって、まあ44回転ですからほぼゼロ回転になっちゃうので、まあ左回転が少なくなる、バックスピンが増えるっていう傾向はやっぱりヒールに当たったクラブっていうことで、あの他のクラブと一緒なんですけども、その量がめちゃめちゃ少ないですね、いわゆるヒールに当たってもとヒールに当たるとバックスピンが増えすぎちゃう、右に曲がっちゃう、こっち遠側に当たるとバックスピンが減りすぎちゃう、左にチーピンになっちゃうっていうのが普通なんですけど、どっちに当たってもその傾向はやはりあの同じなんですけども、かなり少なくしてくれるっていう感じですね、ずっとまっすぐですもんね、全部まっすぐで全部270ヤードですね。全くちょっと僕印象がごめんなさい変わりましたね、コブラのドライバーのこんな優しいの使ってんですか、あの彼らは。いやいや、これはだいぶちょっとだから以前のコブラに比べると優しくなったなっていう感じです、ね、あ、取り回しもちょっと良くなりましたよね、はい、いい音、やば、曲がらん、ちょっと振ってみました、ベストデータじゃないですか、素晴らしい、いいドライバー、やっぱりアメリカもののクラブってね、今あの話題になってるクラブってこうたくさんありますし、人気なんですけど、日本の例えばゼクシオとかオノフとかそのアベレージクラブに比べるとやっぱりこう大きなスライサーはこう使えなかったりとか、上がりにくかったり捕まりにくかったり、ヘッドスピードある程度上でしっかり捕まえられる人みたいな人がうまみがあるのかなっていうふうに、僕も毎日フィッティングさせていただいて、であの一般のユーザーの方にはやっぱりアメリカのクラブっておすすめしないことが、日本のアベレージクラブをおすすめすることが多いんですけど、これはかなり許容性高いですね、全然ちょっと印象が変わりましたね、はい、続きまして、はい、よりドローバイアスの強いですね、 LTDX MAX をですね、お、セッフルに塗っていただきたいと思うんですが、はいはい、これもちょっと比較でですね、はい、昨年モデルのラッドスピード XD を先に打っていただきます。これがまあ同じこう捕まり系のやつってことですね。ボールもちょっと上がりやすくなるはずです。はい、もう明らかに高いですね、球がね。16度打ち出し高い、ロフト 10.5 度のクラブで打ち出し16度っていうのは結構やっぱり高いですね、スピン量も3000超えてますし、ボールが上がりやすいクラブって言って良さそう、そうですね、重心のこの位置的にもシャフトのしなり方的にもですね、結構こう勝手に上がって勝手に捕まるっていう感じですね。これよくできたクラブですよ、これも、はい、では新モデルのLTDX MAX を打っていただきたいと思います、はい、構えた感じどうですか、ノーマルのモデルと違ったりします、ノーマルのモデルと顔はそんなに変わらないですね、やっぱり
このフェースからお尻までのこの長さが結構長くって、あの深度がある印象なので、直進安定性がもうパッと構えただけですごく高そうだなっていう安心感がある顔、まあ、ですね、はい。いい音、高い、ノーマルより明らかに高いですね。ロフト角は同じ 10.5 度ですね。ちょっとヘッドスピードが上がりましたですね。そんな振った気はないですけどね。ナンパ作っていただきましょう。はいはい、スピン量はちょっと多めで、球は高くなるっていう、傾向としては似てますね。そうですね、やっぱり楽に上がって楽に捕まるっていう感じはしますね。ちょっとヒールですけどね。あ、でもいい音でしたよ、イメージ今みたいなヒールだと、まあ、15ヤードぐらいは左に行って距離もまあ15ヤードぐらいは飛ばなくなる印象ですけどね。ちょっとじゃあカット目に打っていただいてもいいですか。スライサーをちょっとイメージして。あ、そうですね、はい、じゃあちょっとスライサーをイメージしてね、このぐらい開きますかね。嘘だ。おお、頑張ってる。結構カットに入りましたよ。ですよね。むしろ飛んでません。え？これ優秀ですね、なかなか。左に170回転。肉眼だとほとんどまっすぐしか見えないような微妙なドローになっちゃってますね。ちょっと待って、これは嘘ですよ。こういった、あの、壊れてるんですよ。じゃあもう一回ちょっとやってみましょう。もうね、50ヤード以上曲げましたよ、僕。いや、優秀です。なかなか曲がんないですね。ちょっと右ぐらいですね。ああ、イメージ20ヤードぐらいはなかったことにしてくれる感じですね。フェースは開いてるんで、スピンは、ね、思いっきり開きました。増えてますけど。あ、ですね、確かに。でも、その割には結構前行ってる感じもありますね。あんだけ擦って250ヤード超えたら全然マネジメントしていけますよね。モデルのその住み分けみたいなのもはっきりしてて良いと思いますね。はい、では最後に、はい、LTDX-LS、 はい、ロードスピンだと思うんですけど、ほうほう、一番上級者モデル打っていただきたいんですが、はい、その前にですね、昨年モデルのラットスピード、はい、これは契約プロ使ってる方が結構多かったモデルで、ほう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 、やっぱりあの今までのモデルと同じ打ち方をするとこうやってちょっと右に行きますね。捕まりを抑えられてるっていうこと、そうですね、ちょっと捕まりすぎない、ヘッドかなっていう感じなので、もうちょっと振っていくというか捕まえに行くとしっかりしてくる。でもうちょっと振れば振るほどやっぱり上級者ってこう左に、行きやすくなってくるので、ガンガン振っていった方がよりまっすぐ行くっていう感じがしますね。では、最新モデルですね、はい、LTDX-LS を打っていただきたいんですが、ちょっとソールのあたりをちょっと見ていただきたいんですけど、はい、コブラの特徴でこの骨組みのようなそのチタンのシャーシに、はい、クラウンとソール分ですね、大きくこうカーボンを使っている、ここですね、はい、そこと、あと、そうです、ここですね、大きくカーボンを使ってて、はい、それが結構大きい特徴なんですけど、はい、骨組みはここ、こういう骨組みですね、はいはい、でそれで生まれた余剰重量をこうウェイトを配置してて、LS はもうかなり前の方にですね、あ、こっちですね、はい、そこに思いっきり重量が配置されている、うんうんうん、
うんうんうん、朝重心ってやつですね。はい、MAX だとドローバイアスなのでちょっとヒール寄りに、こっちとこっちでしたっけ、はい、はい、で、ノーマルモデルはその黄色がちょっと後ろにある、うんうんうん、そうですね、はい、これだけ余剰重量を生んどいて、その余剰重量をここにつけるってちょっとなんか、設計だけ見ただけでもこう手強そうな感じしますけどね。その細長い銀色のパーツが装備にあると思うんですけど、はい、これそれがね、19g、 やば、19g、 しかも 19g かなりこっち寄りですよ。そうなんです。で、三角が上が3、下が、10と6があるんですけど、 10g ついてるという。はははもう、もう重量物のほとんどがこっちってことですね。ですからもうウェイトの位置だけでTSP なんだろうなというのがなんとなく想像がつくモデルです。上がるかなこれ。あ、顔もですね、ここの長さですね、これが他のモデルですね、はい、MAX とかレギュラーモデルとかだともうちょっとこういう感じでこう深度が深い感じがあったんですけど、やっぱりここについててね、深度を深くする意味がないですから、かなりここがキュッとこうコンパクトになっていますし、ポンと置いた時の座りもまっすぐというよりはちょっとこう開いて、座るので、これはやっぱりハードヒッターとかフックが嫌な人にはすごく逆に安心感がある顔ですね。デシャンボー用に作ったんじゃないですかね。あはははは。ヘッドスピードはもうなんか赤子と大人ぐらいの感じですけど、僕もあのフッカーですからね、これちょっと好きです、こういう座りは。 10.5、 はい、よし、いきますよ。あ、やっぱ他の2モデルと同じスイングを今あのわざと変えずにしたんですけど、ちょっと同じスイングだとこういうふうに右に行きますね。ちょっと右に行ってるっていう感じですかね、はい、そうですね、フェアウェイ右サイドかややラフに入ったかなぐらいの右の量ですかね、はい、もうちょっと構えに行って振っていくと美味しいのかな。少し捕まえに行ったんですけど、まあ、これでね、捕まりはしましたね。球筋も変わってますね。操作性はかなり上がりましたね。まあ、最初1球目ちょっと右に行って、で少し捕まえてみようかなっていうと、もうあのスイングのちょっとしたこう開閉がですね、あのリニアにこうクラブのフェースの向きに伝わるような感じがしますね、はい、これは上級者好きですよ、こういうの。風とかね、あとホールドッグレッグのこのホールロケーションとか、そこら辺に合わせてこう球筋をコントロールしていきたいっていう場合にもすごく有効なドライバーですね、はい、じゃあ何発かちょっと打ち、はいはい、今のはですね、ちょっとちょい上、天ぷらまではいかないんですけど、芯よりも少し上に当たりましたね。飛距離は全く変わらない、やっぱりちょっと上に当たった分だけバックスピン量は減りましたけど、飛距離変わらないですね。あの左右の操作性を持たせると深度を浅くして、そういう仕上がりにするとスイートエリアみたいなのも物理的にはこう減る、少なくなるはずなんですけども、スイートエリアはそんなにこう狭い感じないですね。最近のプロモデルってこうなんですね。今回は低重心にしてるのに完成モーメントは大きいっていうのが一つ売りなんです。3モデル全部あるそうで。なるほど。じゃあどうしても重心深度をこう深くすると重心がこう上がるんですけど、はいはいはい、今回はもう低重心なんだけど完成モーメント大きいっていうのが大きな売りになっております。あ、そういうことですね。
じゃあやっぱりこう深度を浅くして、具体的には左右の操作性を上げるモデルに関しても芯の広さと球の上がりやすさみたいなのはまあ、変わらないというか優しいままっていうことですかね。そこが2015年の LTD と一番の違いみたいな。はあ、はあはあはあ、以前も低重心は実現できてたんですけど、はい、優しさが実現できなかったので、はいはいはい、すごくこう難しいモデルになってしまったんですけど、はいはいはい、そこがだいぶ改善されたなっていう。それはねめちゃめちゃ感じます。もう最近のプロってこうなんですね。やっぱりこうプロですから、ホールロケーションとか風とかね、いろんなシチュエーションに合わせて左右のコントロールっていうのはしていかないとスコア出ていかないんですけども、芯が狭かったりとか上がりにくかったりっていう、難しいクラブを使うような時代じゃないんですね。もうプロでもこれだけ優しいクラブを使ってるっていうことですね、うん、あとはもう3モデル中その左右のこうミス、よく出てしまうミスがこう右なのか左なのか、ヘッドスピードがどのぐらいなのかに合わせて選べばいいっていうことですかね、はい、では、はい、スイッチプロに最長不倒に挑戦していただきます。はいはい、キュードロフトを用意しました。はいはい、LS のキュードロフトです。 OK です。10度でも結構、 10.5 度でも結構低スピンでしょうね。そうですね、うん、まあ、確かに若干ロフトは立ったかなっていう感じの顔になりましたので、まあ、振っても左に行きにくそうだなっていう印象に変わりましたね。まあ、安心してやっぱ強振していけますね。高さもちゃんと確保できてます。そうですね、9.0 度のロフトにしてはやっぱり楽に上がって、うん、あんま右に行く印象もないですね。ヘッドスピードがやっぱ42以上振っていくとあんまりそういう印象はないのかなっていう、ちゃんと浮いてくれてちゃんと捕まってくれるっていう感じですね。僕のヘッドスピードこれもうちょっと振っていって44とか上げられて5ぐらいなんですけど、これにツアー AD の 60g、 これが 55g の、プロパーシャフトなんですけども、シャフトを 60g にしてこれ9度とかにするとさらにさらにこう美味しい人いるんじゃないかなと思いますね、うん、よし、じゃあちょっと振ってみよう。いい音。なんか弾き感のあるダウン、気持ちいいですね。そうですね、聞いててもいいですね。いいですね、うん、ちょっと振りましたけど僕フッカーなんでちょっと振るともうすぐこう左行くんですよ。全然行かない、こうどんどんなんか振りたくなる。こうクラブ側がですね、大丈夫だよ、もっともう大丈夫だよってこう俺が左に収めといてやるから大丈夫だよ、もっと行っちゃいなよって鼓舞してくれてる感じがします。朝重心だとちょっとこう球が荒っぽくなったり、そうミスに弱くなったりする傾向があると思うんですけど、はいはい、そのあたりはいかがですか？全く印象ないです。もう本当におっしゃる通りで、朝重心のあのヘッドってもう本当に繊細っていうか、もう車でいうとちょっとでもハンドルこう切ったらすぐにこう一車線ポンポンみたいな、こう普通のこうファミリーカーみたいにこのぐらいハンドル振ってもこうずっとまっすぐ走り続けてくれるみたいな、あの遊びがある車、まあこれがまあ疲れなくってこうあの汎用性が高い車なんですけど、まあ運転も上手になってくるとそれじゃつまんなくなってきて、こうほんのちょっとこう切っただけでパンパンパンって曲がってくれる車がね、やっぱりこう皆さん好きになってくると思うんですけど、ゴルフクラブもやっぱりこう重心の深度でそのフェース面のこの開閉っていうのがね結構決まってきてると思うんですけども、これをこうどん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 こう朝重心にして、説明にあったようにかなりかなり朝重心のヘッドのはずなんですけども、まず芯が狭くなってない、で上がりやすさが変わっていない。朝重心になったのに打ち出しの高さが他の2モデルと
1度か2度ぐらいしか変わってないんですよね。うん、打ち出しはしっかり確保されてるから、 まあ、それがちょっとなんですか、見せる強さにつながってる感じなんですかね。はい、ですね。朝重心、これだけ朝重心でこの芯の広さと球のこの上がりやすさで、もちろん朝重心ですからコントロール性もかなりこう、今もちょっとフェードになりましたけど高い。これは僕今までこのクラブ、そのこのヘッドですね以外は知らないです。ではですね、はい、ツアーユニフォーコブラというですね、より重量感のある純正シャフトというですね、はい、試していただこうと思いました。 62g になります。ほうほうほう。長さが 45.25 ですね。はい、4分の1インチちょっと短い、そういう仕様になっています。 10g ぐらい、重量が上がって少し短くなったってことですね。10までいかないですけど、何グラムだ、はい、7、8グラムですね。でおそらくしっかり感もあるんじゃないかな。そうですね、ちょっと絞ってみます。はいはい、より取り回しがこう軌道なりフェース面なりの取り回しがやっぱり、良くなったってことですよね。よし、いきますよ。まあ、土心からするとやや遠側に当たったんですけど、トルクがやっぱり絞られてる分だけこうグッとこうどこに当たったかっていうのはインフォメーションはよりはっきりしましたね。スピードもちょっと減りましたね。ああ、そうですね。うん、ダイレクト感が全然変わりましたね。打ってて打感のダイレクト感が、音もちょっと分厚い感じになりましたですね。球筋 の左右のこの変化もよりこうシビアというかより繊細になりましたね。これ本当に競技やってる方とかはいいんじゃないですかね。そうですね、もうドローフェードは自在ですね。高低も結構打ち分けやすくなりましたね。急に他の2モデルは割と寛容性が高くてドーンとこう直進性が高い感じでしたけど、はい、このモデルで、しっかりめの純正シャフトにするとちょっとドローとか、はい、ちょっとフェードとかっていう最後でちょっと曲がるような球筋を作るような感じ。そうですね、先ほどのフジクラ NX の方のプロパーだと LS にしてもやっぱり LTDX3 モデル、共有のその優しさみたいなのはすごく操作性はね、他の2モデルよりも増えましたけど、でもやっぱり優しいよねっていう感じでしたけど、なんか急に表現しましたね。芯はやっぱり広いままで大丈夫です。ヒールに当たってもトーに当たっても飛距離がほとんど変わっていないのでなんですけど、左右のこのコントロール性っていうか、ここはもうかなりリニアになりましたね。うん、今までのコブラとは印象は変わりますか？そうですね、やっぱ芯が狭かったっていうのもあるし、あと打感がやっぱり飛び感がなかったっていうか、そういうのあったんですけど、これに関してはやっぱりこう打感ダウンもすごく飛び感もありますし、芯はやっぱりこう広くなったので操作性かなりこうシビアに操作できるんですけども、こう怖さはないですね。うん、本当にこう上手い人がこう楽しんでボールをこうわざと曲げていけるんじゃないかなっていうモデルですね。うん、LTDX ドライバー、はい、うん、3機種ちょっと打っていただきましたけど、印象はいかがでしたか？ですね、かなり好印象ですね。やっぱり僕が抱くそのコブラのドライバーの芯がちょっと狭い、ヘッドスピードがちょっと早め、まあ、そういうこういわゆるアメリカのクラブみたいな感じの印象が本当に腐食されてですね、芯がもう本当に日本のアベレージドライバー並みに広い、
だけどやっぱりこうアメリカのクラブのですね、こう打感がこうぐしゃっと潰れる柔らかさ、気持ちよさみたいなのが、こうアスリートってこういうドライバー使ってんだよっていうのをこう味わわせてくれるような気持ちよさみたいなのもあるし、すごく振ってて気持ちいい。で飛距離ももう本当にもう最近話題のいろいろねドライバーありますけど、僕も全部打ってますけど全く引けを取らないというか、むしろ飛んでるんじゃないかなっていう印象があるので、もう本当にそういう意味でコブラのドライバーの印象は変わりました。コブラフェースにも結構もう前からこだわってて、機械加工をこういち早くこう採用してるんですけど、うんうん、今回はホットフェーステクノロジーっていうのを採用してて、ほうほうほう、でこれ15箇所に、フェースのね、はい、15箇所に縦横15箇所にパッドみたいなものの肉厚を作ってですね、はい、でどうなるかというとフェース全体の CT 値が高まるようになってるんですよ。あ、どこに当てても普通に作ると真ん中はちょっと肉厚にしなきゃいけないです、はいはい、で周辺はちょっと薄くしますとか、はい、で皆さんそうやってその肉厚を考えてるんですけど、はい、そうするとどうしても高いところと低いところの差がちょっと出てしまう、まあ当然ねいう感じなんですけど、はい、それを最小限にするためにこう広範囲に、肉厚のパッドをつけてですね、でそれで、耐久性を持たせながら、フェース全体の CT 値を上げてるって言うんですよ。へえ、 AI やってるらしいんですよ。ほうほうほう、これは結構すごい今までにないテクノロジーだと思いますね。まあどこに当たっても初速が出やすいっていうところはある。ああ、もうまさしくですね。まあカタログにですねよくあるんですけど、カタログにそうは書いてあっても僕もたくさん試打させていただいてますけどもお仕事でカタログにそう書いてあってもまあちょっとはそうだよねみたいなのは結構実はあったりするんですよ。なんですけどもう本当におっしゃる通りですね、結構大きくトーヒールした上に外してもですね、本当に飛距離が変わらなかった。それはもう本当にこう飛距離が変わらなかったのをね見ていただけたと思います。はい、3機種のなんですか、ね、性能の違いって結構あったように思うんですけど、はい、うん、それはいかがですか。そうですね、レギュラーモデルと、マックスモデルで、基本的には超優しい、うん、でマックスモデルはレギュラーモデルよりも大きくというよりはもうレギュラーモデルで相当優しくって、緩やかなドローにこう勝手になってしまうっていうのはもうこれで確保されていますので、それから少しもうちょっとこうスライス目が強い方とかがさらに捕まえたいよねっていう、もうちょっとボールを上げたいよねっていう方用にマックス、まあ、レギュラーモデルから少し近くに、もうちょっと優しいモデルというか捕まって上がるモデルがある感じですね。 LS に関しては、藤倉さんの NX のシャフトのまんまだとやっぱり優しさっていうのは確保されていて、操作性が少し上がったかなっていう感じは、印象があります。ただ、シャフトをこの 60g 台の AD にするともう一変してですね、いわゆる LS の進化というかこれぞ操作性みたいな感じも味わえて、結構こうしっかり住み分けられていて、これはもう選ぶお客様もですね、フィッティングされる店員さんもですね、非常にこうやりやすいというか気持ちいいというか買い外れのない長く使っていただけるドライバーかなっていうふうに印象があります。なんかそれだけ見るとなんか似てますけど、うん、対象ゴルファーは結構はっきりしてるっていう感じですね。あ、そうですね、うん、はっきりしてますね、はい、やっぱりこの、デザインはね統一されてますけども、はい、この重心のこのウエイトの位置とかも全然違いますし、ポンと置いた時の座りも結構変わってますし、やっぱりこうしっかり住み分けられていて、これも良いんじゃないかなと思います。今回新しい試みとして、はい、ヘッド単体でも売るらしいんですよ。え、その完成品じゃなくて、はい、ヘッドだけでも購入できるっていうので、らしいので、まあ、好きなヘッドを買って、はい、カスタムシャフトを選べる。あ、へえ、もうジクラブみたいにそうヘッドとシャフトと別々に買えるってことですか。へえ、いいですね。大きい大きい。やっぱりこうこれがいいんだけどこっちのシャフトはもう交換しちゃうからいらないんだよねみたいなので、もう最初からもう
ね、ヘッドとこのヘッドとこのシャフトで、組み合わせて変えるってことですもんね。あと買った後とかにこうたくさん練習してって上達してってちょっとロフト違いとかモデル違いも欲しいよねとか、あとちょっと明日はこう右が OB が多いよねとか左が OB が多いよねとか、2つ持っててもいいですし、上級者その上達してきた時にこうヘッドだけクラブごとじゃなくてねヘッドだけ変えるっていうのもいいですし、いろいろそれも楽しみも増えますね、はい、今回はですねこのコブラの LTDX ドライバーシリーズですね、これを打たせていただきました。もう本当にね優しくて飛んでとてもいいドライバーです。ぜひ皆さんですねお近くのゼビオグループ各店でお試しください。